1、2、1、2、3、4。もう一回行きましょうか。80年代のアイドルやりたいと思います。
やっちゃいます。80年代の女性アイドルを第1回目呼んでいただいた時は屋敷タガジンをやらせていただきまして、ダダ滑りをしました。ダダ滑りしまして、ダブルのスーツを着たら、ダダ滑りをしまして、第2回目が、ジャニーズメドレーをやらせていただきまして、まあそこそこ受けまして、第3回目が、アニソン、懐かしのアニメソング特集を、まあそこそこ受けまして、ナムちゃんが可愛いという話をしたんですね。で今回満を持して、ちょっと年代に合わせてみようかなということで、僕らのね、ちょうどあの80年代アイドル特集を組みました。僕らもお店はですね、これに向けて3ヶ月ほどずっと有線を80年代に変えました。気分から比べていこうか。仕込みの時間はずっと80年代の有線をね、というわけで、じゃあ次の80年代いきます。次は懐かしの僕たちのアイドル、ミポリーの、ミポリーいきます。ワン、ツー、スリー、ワン、次の曲もやりますね、もう一回。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォ
ポリンめっちゃ可愛かったな。可愛かった、可愛かった。ママはありがたかな。あんまりにも可愛すぎてこの曲のこの部分どうやったっけってみんなで見るんですけど、可愛いなしかないほんま可愛いな。だいぶ動きはコピーできるんですから。ね、歌う時の雰囲気はコピーできてるんですけど、曲自体はね、覚えてなかった。とか次の80年代は次の80年代ちょっとここで、ボーカルチェンジいたします。わかっちゃうな。80年代のアイドルと言えば。あの人ですな。僕が初めて18歳の時に生まれて初めてパーマをかけたんですけど、その時にあれキムタムにしてくれ言ってたよ。その当時はね、ラブジェネレーションというドラマやってて、ラブジェネでキムタムがロミを切ったんです、まさっと。で僕もその時すごいロミやったんですけど、それに合わせて僕もじゃあ切ろうかなと思いまして、キムタクにしてくださいと言って美容室に行ったんですけど、僕もお金なかったんでちょっとなんていうかちょっとおばちゃんが行きそうな感じの美容室にこの時行って、でキムタクにしてくださいって言ったら、なんかあの人髪の毛違かったらしいなと、なんか私もようわかんないけどちょっとなんか資料を持ってくるわと言って、その資料を持ってきたのが女性セブンのなんかめちゃくちゃ小さいこれぐらいのモノクロマーの記事で、これを参考に切りますと言われたんですが、大丈夫かなと思いながら切ってもらったら、ね、もっとおしゃれなギリアムヘアになるかというか、クリノアのいわゆる聖子ちゃんヘアに割ったという思い出をもとに聖子ちゃんやります。いいですか、じゃあうちの店の顔の濃い方が、ね、はい、顔の濃い方が、ね、いいボーカルを取らせていただくということで、僕から聖子ちゃんは全く訪問できないと思いますけれども、では行きましょう。何しろ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 何次はどっちだっけ。
という、まあ、なんていい曲でしょうと。この曲あれらしいですね。この時代でもあえてすごく純粋な曲を作ろうとして書いたらしいですね。じゃあまあ待って知り合った日から半年過ぎてもあなたって手を握らないと人もやろそやな、付き合ってたんかな、ほんまちゃんと。どうやね、勘違いじゃん。そやな。まあでも歌詞読むとすごくいい歌詞だね。いいな、まあ、純粋なね、皆様が忘れてしまって、うちの好きな気持ちを思い出しますわ。僕らもね、あげるわ。ということで、早くもちょっと次がラストソングということで、ありがとうございます。次の曲はちょっと何でしょうね、知る人ぞ知る感じなのかもしれないんですが、アイドルとはちょっと違う。まあでもテレビを多分80年代によく、見てらっしゃった方は、となるんちゃうかなと思います。ということで、いいですか皆さん、なんか喋り足りないことないですか？告知とか。あ、違う、ごめんなさい、ちょっと告知をさせていただきます。10月の18日日曜日なんですが、約2週間後、3週間後ぐらいかに、実はトラガローという市場の、お店を僕らがやってるんですが、そこで、ちょうど5周年ということで50年をさせていただきますので、ありがとうございます。なんか居酒屋のくせにですね、5周年と目打って、ね、店でライブをしちゃいます。僕らのワンマンライブです、はい、しかもなんていうかね、このお店いろんなこういうそのライブに適した感じではなくて、ただの本番居酒屋なんですよ。普通に皆さんがっつりご飯からやるところを勝手にステージにして、勝手に、僕らの、自己満で歌わせていただくというイベントなんで、その中でお酒がそうと安くでね、出させていただきます。もしその自己満に付き合っていただけるという方は、ぜひ、10月18日市場河原町から、歩いて2分の居酒屋小高堂へぜひよろしくお願いします。歌いたい方募集中でございます。トビリーとかで歌っていただくのも、歓迎なので、おそらくタクマさんも来ていただいて飛び入りしていただこうかなと。おそらく岡さんもきっとちょっと頭がしびれなくて歌ってくれなかったりなんかしちゃったりなんか、よろしくお願いします。していただけると思います。もう壊れよ壊れよ、にぎやかしが 1時間ぐらいやるというイベントで、やらせていただこうと。生配前座を1時間半ぐらいして、岡さんに1曲やってもらって、というわけで、そうですね、OK。 次の曲は WIG っていう、アイドルがいまして、皆さん応じはしますからね、それのタオルみたいな、かつてない曲。ここから、ここから、ここから、その山田邦子がやっていたさよならだけどさよならだけどという曲がとってもいい曲なんで、アイドルとはちょっと違うけどやってみようかなと思いました。アイドルの曲なんで聴いてください。はい、Thank you.
よろしく。あれは何だけど秘密。秘密。また同じ学校で同じ子に行って気まずい雰囲気になっても受け入れはしないと。ここに誓います。ねえねえねえ。それじゃあ。
Thank you.